質問ですね。質問箱ありがとうございます。今回ですね、まあちょっとどんな風にいつも返してるかっていうのを、まあ少しお話ししていこうかなと。まあ皆さん私の思考に興味あるかどうか分かりませんけれども、まあちょっとどんな風に考えていつも返してるかっていうのをお話ししていこうかなと思います。8個あるみたいですので、まあちょっとそれをお話をしていきましょう。告白しようと思ったことがありますが、ことありますが、やっぱり諦めました。まあこの時何と思ってるかっていうとですね、質問じゃないなと思うんですね。じゃあどうしましょうね。まあとりあえず、迷わず、ちょっといけませんね。迷わず行けよ。行けばわかるさ。頑張ろう。ということで、まあ、アントニオ猪木の名言ですね。で、返すという感じです。さて、では次行きましょう。はい。次、台風なのに出勤を強要されていますが、先生の返信について元気になりました。ありがとうございます。なんだかよくわからなくきましたね。とりあえず、無事でしょうか。本当にお気をつけてくださいねと。はい。まあね、大変ですよね。まあ当院休んでますんで、すいません、本当ありがとうございます。はい、次行きましょう。はい。次、名前をつけてくれた人を知ってますか。両親ですと。はい。じゃあちょっと細かく言っておきましょうか。父が太郎とつけて、母が、その前に新、出ませんね。で、慎むと、新とつけたそうです。なんかね、どうやら市役所に出す前に、なんか紙に書いたらしいんですよね。なんか太郎じゃない方がいいって言って、なんか信ってつけたみたいな話を聞いたことがあります。はい。僕の名前はそんなもんです。次。好きな画家。画家。まあ、そうですね。サルバトール・ダリでしょうか。ダリは好きです。非常に、まあ、独自の世界ですけど、ある意味では写実的なので、はい、ダリが好きです。はい、次、やり投げ何メートル投げられそう。もうね、分かって質問してるのかなって時々思う時あるんですけど、私どう考えたってインドアじゃないですか。でこういう場合はですね、投げやりに答えたら怒られますよねと返しておきましょう。はい。そもそもやったことないです。やりなきゃ授業でもないし、はい、すいません。では次、友達と旅行行くならどこがいいですか。友達、まあもう結婚していて友達と旅行に行くということが あまり理解できませんと感じです。行くわけないですね。
妻を置いて、ね、息子を置いてなんていけないですよ。言っちゃいけないと僕は、ね、家庭人であるべきだと思ってますんで、答えましょう。恋人の本音ってどうやって聞き出したらいいの？そんな、まあ、結局他人です。うん、何でも素人頑張れる必要はないと思いますが、それもなんていうのかな、まあ限界というか、まあある程度、なんてことよかな、まあ終わりましたね。まあ何でもしたらないと思います。まあでも秘密の方が多いようでしたら、今後の付き合い方を考え直すべきだと思います。なんていうんですかね、こう、まあ、もし疑ってるような気持ちがあるんだったらやめた方がいいと思いますよ。うん、で恋人でしょ、ねえ、もうでも結婚してたらなかなかそうはいかないですけど、だったらいいんじゃないですか。うん、若いと思いますし、はい。次、何でも素人と思う必要もないですよ。もう分かんないですよ、こんなの。子供のことだと分かんないですよ。ね、鉄棒で懸垂したら首の痛み取れると思う？うん、なんだかな。まあ、とりあえず、安静にするか、整形外科に行ってみてはいかがでしょうかと。はい、もうこれしかありませんね。あと湿布貼るとかね。首の痛みもですね、なんか変な病気だったりする時もありますからね、病院とか行った方がいいですよ。何これ、台風大丈夫でしょうか。大変かと思いますが気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。なんかね、特別警戒みたいなの出ましたね。本当にお互い気をつけましょう。皆さんも気をつけてください。はい、というわけで一応全部答えたのかな。よし、全部答えました。また届くかな。台風ですからね、皆さんスマホでも見てるのでしょう。というわけで、こんな感じでいつも答えてます。では引き続き質問ください。よろしくお願いします。